ようございます。ここは多摩地区の一大ターミナル八王子駅です。本日は相模線茅ヶ崎行きに乗車していきます。相模線といえば本来は全線神奈川県内を走っておりますから、我々のチャンネルが出る幕ではないのですが、八王子に直通する便が実は存在します。多摩地区に入ってくるのならそれは取材対象です。さらに最近 E131系の置き換えも報道されました。現状の205系の引退も含めまして、相模線は注目間違いなしの路線でございます。それでは行ってみましょう。相模線に現在投入されている車両は205系500番台です。205系電車自体は1985年国鉄の最晩年に登場した車両ですが、この500番台は JR 化後の1991年に相模線の全線転換に伴い新増投入されたものです。205系の設計は国鉄が行い、500番台も基本は変わっていませんから、すなわち JR 生まれの国鉄型車両という、まさに日本の鉄道の過渡期を象徴するような車両であります。500番台の特徴といえば、最も代表的なのは他の205系とは一線を画す顔でありますが、他にも踏切事故対策のためのスカートが設置されていること、内装パネルが沿線を流れる相模川をイメージした寒色系のものとなっていること、さらには相模線はドアの開け閉めを乗客がボタンを押して行うため最初から開閉ボタンが設置されていることなど、かなり相模線向けにカスタマイズされています。いよいよ湘南サザンオールスターズの聖地茅ヶ崎へ向けて走り出しました。運転手の方にはあらかじめお尋ねしております。すみません、前面テンポを取ってもよろしいですか。後ろから注目され続けてご不快でなければ。心よく承諾していただきました。この場を借りて御礼申し上げます。今回は私の野暮用により3000点かけたくなる駅原田山まで乗車します。多摩地区からは外れますが、相模線への直通列車という以上、直通する様子はぜひとも記録したいということで、玉縛りから解放されたいと思います。そのうちだんだん縛りが緩くなるでしょうけどね。相模線の八王子直通便は通勤通学時間帯の朝方に3本、帰宅時間帯の夕方に3本の計6本が運行されており、なかなか貴重な存在であろうと思われます。私も相模線は大回り乗車で何度もお世話になっておりますが、直通便に乗ったのは今回でまだ2回目です。205系が新型車両への置き換えに伴って減少するに従い、鉄道マニアが徐々に集結することが見込まれます。本日も途中駅で何名か撮り鉄を確認しました。別に別れを惜しんで集まるのは自然な流れですし、それ自体は構わないと思いますが、やはり3密を避けられるようにできるだけ早めに来た方がよろしいかと思います。それからどうか馬勢大会だけはお控えいただいて、穏やかに名残を楽しめると、鉄道マニア全体にとってもそれは利益のあることだと思います。八王子南のを過ぎると丘陵地の谷屋へと入っていきます。だんだんと沿線の緑も濃くなってきます。宅地開発が行われる前はきっと左手はのどかな農村風景が広がっていたのでしょう。ここで下り線が徐々に離れていきます。そのまま新相原トンネルへと吸い込まれていきました。
トンネルは掘削技術の向上により新しいほど長く掘れるので、おそらく今乗っている上り線の方が単線時代からあった古い線路なのでしょう。そしてこちらもトンネルへ一直線です。まもなく下り線と再び合流し、列車は相原駅に到着いたします。相模線の分岐駅橋本が近づいてきました。高層マンションが林立しています。近年ウゴンタケノコのごとく建設されたマンション群で、リニア中央新幹線の駅が設置されることもあり、大変勢いのある街です。大量の信号機がありますね。この列車は相模線直通なので、渡り線を2つ越えて相模線ホームたる4番線に入線します。その様子をどうぞご覧ください。ここからは京王相模原線の高架橋をくぐり、純然たる相模線に入ります。相模線は神奈川県で最後まで非電化ディーゼルカーで走り続けた路線です。当時は今よりも沿線の宅地開発がそれほど進んでおらず、もっとローカルな雰囲気が漂っていましたが、1991年の電化以降はローカル線の普通はだいぶ薄れたのではないでしょうか。南橋本を過ぎると徐々に切り通しになっていき、線路の位置が低くなっていくのかお分かりいただけると思います。これは以前駒さんの解説動画でも紹介されました河岸段丘があるからです。沿線を流れる相模川が作り出した河岸段丘の上段から下段へと、地形に沿って非常に緩やかな坂道を下っていきます。鉄道は坂道にすこぶる弱いため、とにかくできるだけ傾斜を緩く平らかにしないといけないのです。まもなく河岸段丘の下段に出ますが、鉄道は傾斜を緩やかに右折しているため、下り坂が続き、今度は森土の上を町を見下ろしながら走ることになります。道路の上をまたぐ駅、上溝に到着です。
っという間に私の降りる駅原大間に到着しました。このように書いて原大間という難読駅名です。北海道に同じように書いて東間という町がありますが、そちらとは関係なく駅近くにあります大間山無量光寺というお寺に由来する地名だそうです。相模線の八王子直通便はいかがでしたでしょうか。首都圏における205系の楽園に次々とメスが入れられることが決定し、国鉄型車両にお目にかかることが一層難しくなっている JR 東日本ですが、これも時代の流れで仕方のないことです。今当たり前に走っている車両こそ十分に楽しんでおき、引退の際には余裕を持って受け止められるように備えておきたいものですね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、低評価よろしくお願いいたします。